健康チェック。一つ、血圧は高くないですか？一つ、気分は悪くないですか？一つ、朝ごはんは食べましたか？運動の心得。一つ、運動中は数を数えましょう。一つ、途中で水分を取りましょう。一つ、ゆっくりと動かしましょう。深呼吸。肩に痛みのある方は動かせる範囲で行ってください。3、はい、鼻から息を吸いながら両腕を上げます。口から息を吐きながら両腕を下ろします。2回目です。3回目です。4回目です。5回目です。対策回し。右手を上げて反対側に体を傾けます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。体を元に戻して右手を下ろします。続いて左手を上に上げます。反対側に体を傾けます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。体を元に戻して左手を下ろします。椅子に座ったままで足踏みをします。手足を大きく振ります。30回行います。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。足抱え。両手で右の膝を抱え、胸の方に引き寄せます。8秒数えます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。右足を下ろします。左足を抱えます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。左足を下ろします。1、2、3、4で膝を伸ばし、5、6、7、8で下ろします。右から5回ずつ行います。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、
1、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、続いて左足を行います。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。深呼吸。3、はい、鼻から息を吸いながら両腕を上げます。口から息を吐きながら両腕を下ろします。2回目です。3回目です。4回目です。5回目です。腕を前に上げる運動です。この運動をすると物を持ち上げたり腕を上げる動作が楽になります。重りを右手首につけてください。1、2、3、4で肩の高さまで腕を上げ、5、6、7、8で元の位置まで腕を下ろします。それでは始めます。3、はい、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。重りを左手首につけてください。次は左です。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、9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 、2、3、4、5、6、7、8、
8、7、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。腕を横に上げる運動です。この運動をすると物を持って歩いたり、ベッドや布団からの起き上がりが楽になります。重りを右手首につけてください。1、2、3、4で肩の高さまで腕を上げ、5、6、7、8で元の位置まで腕を下ろします。手の甲を上に向けます。それでは始めます。3、はい、8、9、2、3、4、5、6、7、8。重りを左手首につけてください。次は左です。3、はい、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。
ック体操プラス3、追加の体操プラス1、肘の曲げ伸ばし運動です。両手を使う家事や物を引き寄せたりする等の動作が楽になります。重りを右手首につけてください。手のひらは前を向くようにし軽く握ります。肘は体につけます。掛け声の1、2、3、4で肘を曲げ、5、6、7、8で肘を伸ばします。肘より下をしっかり動かすようにしましょう。それでは始めます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、1、8、5、2、3、4、5、6、1、8、6、2、3、4、5、6、1、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。重りを左手首につけてください。それでは始めます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。椅子からの立ち上がりです。この運動をすると、お風呂の浴槽の出入りやトイレでの立ち座り、床からの立ち上がりが楽になります。重りを外して椅子の下に置いてください。8秒間でゆっくりと立ち上がり、8秒間でゆっくりとトイレに座るように座ります。それでは始めます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8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 、
膝を伸ばす運動です。この運動をすると、歩くときの膝の安定性が良くなり、膝の痛みが軽くなります。重りを右足首につけます。1、2、3、4で膝を伸ばし、5、6、7、8で下ろします。膝を伸ばしたとき、つま先がしっかり自分の方に向くようにしましょう。それでは始めます。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、1、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。
重りを左足首につけます。次は左です。3、はい、1、2、3、4、5、6、1、8、2、2、3、4、5、6、1、8、3、2、3、4、5、6、1、8、4、2、3、4、5、6、1、8、5、2、3、4、5、6、1、8、6、2、3、4、5、6、1、8、7、2、3、4、5、6、1、8、8、2、3、4、5、6、1、8、9、2、3、4、5、6、1、8、10、2、3、4、5、6、1、8。足を後ろに上げる運動です。この運動をすると歩く速さが速くなり、階段の上りが楽にできるようになります。重りを右足首につけます。椅子の後ろに30センチ離れて立ちます。両手で背もたれを持ちます。1、2、3、4で足を上げて、5、6、7、8で足を下ろします。それでは始めます。3、はい、1、2、3、4、5、6、1、8、2、2、3、4、5、6、1、8、3、2、3、4、5、6、1、8、4、2、3、4、5、6、1、8、5、2、3、4、5、6、1、8、6、2、3、4、5、6、1、8、7、2、3、4、5、6、1、8、8、2、3、4、5、6、1、8、9、2、3、4、5、6、1、8、10、2、3、4、5、6、1、8。重りを左足首につけます。次は左です。3、はい、1、2、3、4、5、6、1、8、2、2、3、4、5、6、1、8、3、2、3、4、5、6、1、8、4、2、
3、4、5、6、1、8、5、2、3、4、5、6、1、8、6、2、3、4、5、6、1、8、7、2、3、4、5、6、1、8、8、2、3、4、5、6、1、8、9、2、3、4、5、6、1、8、10、2、3、4、5、6、1、8。足を横に上げる運動です。この運動をすると、体の左右のふらつきがなくなり、安定して歩けるようになります。重りを右足首につけます。椅子の後ろ側に立ち、両手で背もたれを持ちます。1、2、3、4って足を横に上げ、5、6、7、8で下ろします。足を横へ上げるときは、つま先はまっすぐ前を向くようにしましょう。それでは始めます。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、1、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、1、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。重りを左足首につけます。次は左です。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。
スイカの体操プラス2、もも上げ運動です。この運動をすると歩く時のつまずきを減らすことができます。またいい姿勢をいつまでも維持することができます。重りを右足首につけてください。安定した椅子の横側に立ち、片手で背もたれを持ちます。お腹を少しへこませて背中をまっすぐにします。掛け声の1、2、3、4で重りをつけた足のももが床と水平になるようにゆっくりと上げます。5、6、7、8で下ろします。それでは始めます。3、はい、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。重りを左足首につけてください。それでは始めます。3、はい、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。追加の体操プラス3、つま先立ちする運動です。この運動をすると早く歩けるようになります。歩幅を広くすることができ、転びにくくなります。冷え症やむくみを改善することができます。重りを外して椅子の下に置いてください。椅子の後ろ側に立ち、両手で背もたれを持ちます。足は腰幅に開きます。掛け声の1、2、3、4でつま先でゆっくり立ちます。5、6、7、8でゆっくりとかかとを元に戻します。
それでは始めます。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。腕のストレッチ。右手を前方に伸ばします。左手で右の指をつかみ、ゆっくりと手前に引っ張ります。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。続いて左手です。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。足のストレッチ。椅子に浅く座り、右足を斜め前に伸ばします。両手を重ねて伸ばした足の方に体を傾けます。痛みのある方は伸ばした足の膝の上に手を置いて行うこともできます。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。続いて左足です。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。首のストレッチ。楽に動かせる範囲で首を動かします。ゆっくりと首を右に傾けます。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。左に傾けます。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。下に
傾けます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。深呼吸。3、はい、鼻から息を吸いながら両腕を上げます。口から息を吐きながら両腕を下ろします。2回目です。3回目です。4回目です。5回目です。記録表を書きましょう。おもりの本数を記入しましょう。感じたことを A、B、C で書きましょう。楽にできたときは A、 普通のときは B、 きつかったら C、 楽にできるようになったらおもりを1本増やしましょう。